やっぱりこの人だったか。カムカムエブリバディの日向編のキーマン。バン・キョム像のモデルは知る人ぞ知る。日本一のキラレ役と呼ばれた。故、福本清三さんでした。暗闇で光る鋭い眼光と研ぎ澄まされた剣さばき。生涯一大部屋俳優と名乗った彼の人生が気になったので調べてみることに。本名は橋本清三。1943年2月3日生まれ。2021年1月1日、享年77歳。兵庫県のご出身で、身長172センチ、血液型 B 型。日本海の何もない漁師町の6人兄弟の三男の福本さん。家にはテレビなどなくて、野山や河原を走り回る毎日。小学校時代には新聞配達をしていたおかげで、体は見た目より頑丈でしたが、勉強は好きじゃなかったそうです。中学卒業の頃に親類の小宮を継ぐ話が来て、とりあえずそこで働いたのですが、毎度大きにという挨拶が恥ずかしくて、できずに他の職を探していた時、不動産屋を営んでいた叔父のつてで、15歳の時、東映京都撮影所に社員として入社。そんなに簡単に入れたのも、昭和30年代は時代劇の黄金時代で、エキストラが足りなかったからだとか。大部屋俳優として働き始めた福本さん、戸惑いながらも先輩たちに小遣われつつ、メイクや着付けを教わったそうです。当時の大部屋俳優は500人もいましたが、仕事のない日はなかったそうです。しかし盾なんか簡単にさせてもらえるはずもなく、はじめは町人役やようやく侍になれてもしたい、まぶたをピクリとも動かしたらダメとか、特に冬の土左衛門は体の震えを止めるので必死、それでも名誉な役なんだとか。なぜならちゃんと映るからだそうです。そういえばカムカムエブリバディの五十嵐も全く同じことを言ってましたね。そんな中、最初に夢中になったのがスタント。当時もアクション俳優はいましたが、大部屋の若い衆もやっていたそうです。とにかく立石さんに認めてほしくて、どんどん高いとこから飛び降りるようになって、何より主役のスタントの時は衣装も化粧もやってもらえたし、うまくいけば監督さんからも声をかけてもらえたそうです。ようやくこの仕事に魅力を感じていた頃、撮影所の近くの喫茶店で働いていた奥さんと出来婚。当時奥さんは19歳、福本さんは25歳。崖から飛び降りるスタントの時に下を見た時、万が一のことがあった時、家族はどうなる？そう思ったら足が動かなくなったことも。それにたった一言のセリフの役で、緊張のあまり何回も NG を出してしまって、盾に徹するようになったのだそうです。とはいえ、最初はどこにいるのかもわからず、どうやったらカメラに映るか、それだけを考えて稽古に励んだそうです。そんな試行錯誤の中、ある俳優の演技を見て驚愕したそうです。その俳優とはチャールズ・チャップリン。言わずと知れた伝説の喜劇王ですが、劇中でチャップリンが頭からドーンと倒れた時、ものすごい衝撃がスクリーンから伝わってきて、そこで観客がどっと湧いたのにハッとしたそうです。喜劇の神様から教わったこととは、見る人に感動してもらうには本気で倒れないといけないと感じた福本さん。年中打ち身だらけだったそうです。それでも不死身のふりをするのは仕事がなくなるかもしれないからだったとか。そんな苦労から生まれた必殺技がエビ反り切られ、今では福本さんの代名詞ですが、それでも迷いが出る時もあるそうで、そんな時ある監督を思い出すそうです。その人とは巨匠深作欣二監督。仁義なき戦いの撮影時にこう言ったそうです。フレームの隅、背景の端の方で切られる役者がいい加減に演じていたのでは絵全体が死ぬ。スクリーンの片隅で切られる時も
個性を出して死ぬんだぞ。ずっとこの言葉が支えになっているそうです。そんな福本さんがよく口にする言葉は、俺なんか生涯を一大部屋俳優として貫いた気概がそこに感じ取ることができます。福本さんがコツコツとここまでやってこれたのも、死にさまへの熱い思いと献身的な妻がいたから。夫婦仲睦まじくとはいえ、裕福ではなく、布団一組、茶碗一個での結婚生活のスタート。60年代には時代劇も衰退して仕事も減って、奥さんはずっとパートをして生活を支える中、さすがの福本さんも一度だけ弱音を吐いたことがあったそうです。その時奥さんに、役者を辞めるんなら私の青春を返してとまで言われたことがあったそうです。もともと役者になる気は全くなくて、たまたま入った会社が映画会社だっただけ。そんな甘えのようなものも消えたそうです。映画柳生一族の陰謀や仁義なき戦いシリーズ、テレビ銭形平次暴れん坊将軍、水戸黄門、江戸を切る、長七郎、天下御免など、東映京都の映画やテレビのほぼすべてに出演。福本さんについた異名は5万回切られた男。とはいえ時代劇ファンでもマニアックなファンしか知らなかった福本さんを最初に世に知らしめたのは、関西のテレビ番組探偵ナイトスクープへの出演だったそうです。視聴者からの、あの切られ役は誰、できれば徹子の部屋に出演させてあげたい、そんな依頼が発端となって、ついには1992年徹子の部屋への出演を果たしたことで、その存在が全国的に知られることになったのです。それだけでもすごいことなのですが、2002年まさかの知らせが届くのです。ハリウッド映画のラストサムライへの出演オファーでした。普通なら2つ返事で受けるはずですが、福本さんはとんでもない行動に出ようとしたのです。なんとラストサムライのオファーを蹴って、コロッケモノマネ公演を選ぼうとしたそうです。しかもその理由が、めんどくさかったからだとか。日々鍛錬してきた無欲な福本さんらしいですね。トム・クルーズさん演じるネイさんを護衛する沈黙の侍として、海外ではボブと呼ばれた福本さん、その渋すぎる佇まいと迫力ある死に様を演じて絶賛されました。しかも撮影中に60歳を迎えた時には、主役のトム・クルーズさんからプレゼントをもらって嬉しかったそうです。奇跡のようなオファーを受けたことも、見事な演技を披露することができたのも、どこかで誰かが見ていてくれるという福本さんの言葉と虚無像の、日々鍛錬し、いつ来たりともわからぬ機会に備えよ、にシンクロするような気がします。福本さんの人柄とプロ根性に、トム・クルーズさんは定年後はハリウッドに来いとラブコールをくれたのだとか。時代劇スターの里見浩太郎さんは、福本さんが撮影終了してすぐに帰国して、翌日から通行人の役をしていたのを見て、その姿に凄みすら感じたほどだとか。さらに青天の霹靂とでも言うべきことが起こります。2014年公開の映画うずまさライムライトに初の主演としてオファーがかかります。ですが何度も断り続けた福本さん、当初は自分の下手な演技のせいで興行収入が上がらなかったらみんなに申し訳ないと心配していたそうですが、ファンタジア国際映画祭で最優秀作品賞と最年長で最優秀主演男優賞を受賞する快挙を達成。お互いが兄ちゃん、福本と呼び合うほど仲の良かった。故松方弘樹さんも出演していて、これ以上ない思い出となったとか。当時すでに71歳だった福本さん、その後もその他大勢を続け若手の育成に努めたそうです。しかし2021年1月1日77歳で肺がんで旅立ってしまった福
福本さん。2021年の映画チェインが彼の遺作となりましたが、最後まで太秦に賑わいが戻ってくることを心待ちにしていたそうです。その他大勢の一人の男の人生、染みますね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？福本清三さん、あなたの人生こそが圧巻のドラマだった。そう思えてなりません。長い間ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。